2月20日市内在住の写真家関健作さんが世界最高峰エベレスト登頂にチャレンジするのを前に高橋市長のもとを訪れました。関さんはこれまでにブータン王国やネパールなど世界の標高5000メートルを超える山を何度もクリア、その経験を生かして今年5月にエベレストにチャレンジします。関さんは高橋市長に登りたいという気持ちが抑えきれなくなったという思いを伝えたほか、山の装備品も紹介しました。その手袋はつけたままで、はい、これも手袋はもうあれですね、つけてないと危ないですね。マイナス30度でものすごい暴風風が強風なんで、うん、一瞬にして凍傷になっちゃうんで、これは絶対外せない。あ、世界一からの景色をぜひ写真で撮っていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。またこの日は今年1月に行われた全国共催カップ第44回神奈川県ミニバスケットボール決勝大会で見事初優勝し、悲願の全国大会出場を決めた K ジュニアバスケットボールクラブも市長を訪問しました。 K ジュニアは北小学校の児童を中心に活動している創部28年のチーム。今年3月に東京都内で行われる全国大会に向け、選手から高橋市長に意気込みを伝えました。全国大会で全勝できるように頑張ろうと思うので応援よろしくお願いします。あまり緊張をしないでね、リラックスして、普段の練習通りの力を発揮をしてください。頑張ってください。